この文章を書かれた方は本当に広島カープをよくご存知です。もう並々ならぬ広島人の味がどっぷりと入ってるって感じ。こんにちは、衣笠幸男です。先日はどうも失礼いたしました。映画の公開誠におめでとうございます。奥さんが先に亡くなるっていうテーマは男性はあんまり持たないんですよ。大体男性ってのは自分が先死ぬもんだと思って一人残されるっていうことをあまり考えないんで、初めて亡くした時に大事さが分かるというものをなんかずっと追っかけさせられたっていうか、かなり辛い思いをさせられたっていうか、自分の内面を初めて振り返るような、ちょっと心配しました僕も。いきなり名前呼ばれて、まあ字は違うのは本で知ってたんであれだったんですけど、ただいきなり名前呼ばれて飛び上がりそうになりました。本当にああいうふうに嫌なんだよねって、あ、そう言われてみりゃそうかもねって、何かの時に必ず出されるっていうのは、確かに僕が元気で一番元気な時であれば何かの時に言われるよね、お前名前一緒なのにお前は頑張らないねとか、おい嫌だよね、ああ初めて気がついた。ああ、そういうのはちょっと思いました。今回の長い言い訳見せていただきまして、一人でも多くの方、まあ、特に男性の方に見ていただいて、自分の内面ちょっと振り返ってもらう時間を作ってもらえればっていう感じで、本当に大ヒットしてくれることを心からお祈り申し上げております。どうぞ頑張ってください。